生まれ育った自治体や応援したい自治体などに寄付をすることで地元の特産品やサービスなどを受けられるふるさと納税ですが下野市では鉄道好きにはたまらない体験ができる返礼品が話題を集めています下野市では今月22日からふるさと納税の返礼品として新たに JR の現役車両を貸し切るイベントを加えました 車両の貸し切りが返礼品になるのは県内で初めてで市と JR 東日本の大宮支社が連携して実現しましたイベントでは市内を走る JR 宇都宮線や湘南新宿ラインなどで使われている車両の E231 系と E233 系のどちらかを貸し切って運転台の機械の操作や車両の撮影などができるということです寄付額は5万円で JR 東日本が運営するふるさと納税のポータルサイトから申し込むことができますイベントは来月22日と23日のそれぞれ5回合わせて10組限定で市内にある車両センターで開かれます参加には満5歳以上中学生以下の子ども1人と18歳以上の同伴者1人の組み合わせが条件となっています 今日午後7時の時点で寄付をできるのは残り2組と少なくなっていますが市では今後も同じようなイベントを返礼品に設定し市の魅力を発信していきたいとしています。 今回のこのこ電車、なかなかファンの方にはかなり魅力的なものかと思いますけれどもぜひその際は下野市の魅力もです、ね、味わっていただき、えー、十分良い時間を過ごしていただけることを期待しております。